はい、参議院議員の柳瀬博文です。今日はなんとですね、福岡空港にやってまいりました。そして今日のゲストは山本剛成さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡1区はどういう場所なんでしょうか。まあ、福岡市の、東区と博多区を選挙区といたします。福岡空港も博多駅も博多港も、陸海空すべてのこの九州の玄関口が私の選挙区になります。はい、ありがとうございます。今日はそんな山本剛成さんの人生を紐解いていきたいと思いますので、すべてを明らかにしますから。承知しました。なんかすごい謙虚じゃないですか。承知しました。これ作られた姿です。あ、恐縮です。丸裸にしますんで、よろしく、ぜひよろしくお願いします。お願いします。維新でゴー。この剛成さんの勤めていた会社の寮に、寮の前にやってまいりましたけれども、ここはどういった場所なんでしょうか。ここは本当、私がサラリーマン時代、1年目と2年目と6年目に住んでいた寮があそこでですね、今も他のところに渡ってしまったんですけども、最上階の真ん中に住んでおりまして、住んでた隣が単身赴任の課長だったんですよ。課長だった。で、夜、酒飲んで一緒に帰ってきて、その課長が必ず爪楊枝を僕の玄関のところにこう立てかけて、お前これ朝倒れてたらお前また出かけたってことだからなっていうことですね。どういうエピソードですか。つまり飲み歩いてたということですね。そういうことです、はい。私も実は昔、もう博多区に住んでいたという選挙区ですね。だから自分が寮で住んでいたところで選挙に出るっていうのはなかなかこうなんか不思議な感覚でですね、思い出深いところということで、この地に対して本当に思い入れがあると、思い入れがあるということですね。はい、はい、やってまいりましたけれども、ここはどちらでしょうか。ここはですね、私がもう初当選の時から、私を見てくださって、で今ですね、箱間会という、私の講演一つ、講演会の一つの、発起人にもなってくれた方の会社です。応援してくれてる方という、はい、ポスターもありますけどね、はい、自転車乗って、素敵な笑顔ですね。品がいいですね。行ってみましょう。はい、行きましょう。はい、失礼します。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれさん、応援していただいている、はい、かわいいとさん。かわいいさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。でも山本剛成さんとの出会いっていうのはどういったところだったんでしょうか。まあ、私自身が勝手に隠れファンだったというのが実は、事実でございまして。何やってるんですか。もう私の会社がですね、2007年の4月に創業で今16年経ったんですけども、飯塚のですね、青果市場のお仕事というのをいただいてまして、朝は3時4時ぐらいからその飯塚に東区から行ってたんですね。でその市場が競りが終わって、どうですかね、朝7時とか福岡の方に帰っていくんですけど、ただその時にですね、いつも剛成さんが立ってらっしゃって、で当時はその私も社員なんかがいなくて一人じゃないですか、大きな巨大なものにこう一生懸命立ち向かう姿と、というのがなんかこう自分の中で勝手にこう親近感を覚えてですね、でそれが1日2日じゃなくてほとんど毎日立ってらっしゃるんで、雨の日も晴れの日も、そういったところから、いや頑張り屋さんだなというところで、勝手に陰ながら応援をしておりました。当時もう15、6年前ですよね。なるほどですね。去年でしたかね、福岡市東区の方を自転車で今日は朝から回りますというのをお見かけしましたので、事務所の方にも電話させていただいて、ご安心してお寄りくださいというところからこうご縁がスタートしたと。でその時もですね、剛成さんこうやって入ってこられた時に、私わざとですね、お久しぶりですという声をかけたんですよ。そしたら、大体こうごまかす人とかも意外といるじゃないですか、ところがやっぱり正直な方なんで、すみませんと、もう全然わからないですと、どちらでお会いしましたっけと、もう正直にやっぱり言われるんですね。そういうところが、これいかにも剛成さんらしいじゃないですか。で今話したような話をして、いや実はもう僕は前から何度もどころかほぼ毎日見てて、実は白いトラックから、手を振ってたんですと。やっぱりやってるのを見てくださってる方がいたんですね、やっぱりね。ありがたいですね。その話聞いた時どうでした。いや感動しましたよ。そういうね、自分と照らし合わせてくれるっていうのも、やっぱ逆に自分も頑張っててよかったなと思いますし、
し、なるほどですね、まあ、時代が、ね、そうやって SNS とかでつながる時代だからこそでもありますし、うん、こういったことを絶対に忘れちゃいけないな、ね、なるほどですね、うん、ありがとうございます。でこの今の豪勢さんを見て国会議員になった豪勢さんを見て どんな感じですか、ね、豪勢さんというのはもう本当にまっすぐで、うん、こうストレートで、うん、っていうところがやっぱり魅力だと思いますので、うん、その時その時その場所その場所でやっぱりいろんな人たちが、うん、いろんな課題とか悩みとか問題を抱えてる、それにこう全力でぶつかってっていうのを今後もですね続けていただきたいなと思ってます。ありがとうございます、はい。まあ、できればもっとあの出世してもらえて国を変えてもらいたいなと思ってますけど。ハハ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 維新でゴーせ山本合成事務所にやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくようこそ。この事務所すごいですね。何がすごいですか。これ空港から3分ぐらい。そうですね。はい、車で。駐車場が広いから、ええ、まあ、選挙の時に使えるから使いやすいと、はい、ということで、もう今すっごい飛行機の轟音がすごいですけど、それぐらい空港と近いと。まあそうですね。ということで、はい、あれですね、国会から帰ってすぐにここで執務ができるみたいな。まあそういうそういうことです。はい。ということですね。ええ、今日はね、ちょっと豪勢さんがね、なんかいつもと違う感じなんで、ちょっとこれ素の豪勢さんはちょっと。まあいつもこうですね。よく言いますね、早速人生年表に行きたいと思いますけど、はい、まず学生時代なんですけど、ええ、その生まれ育ちはどこなんですか。生まれ育ちは東京です。東京新宿です。新宿、はい、新宿男、新宿生まれ、新宿育ち、育ち。そして小中学校はなんとなんと行政学名門行政、名門行政、名門行政、小学校から幼稚園から、幼稚園から、幼稚園から行政。なんか似合わないです。こう言ったらあれですけど。いやもうボンボンボンだ。え、ちなみにお父さんお母さん 何されてたんですか。うちの父は、まあ、文化財の修理とか複製の仕事で。うちの実は、祖父が、結構著名な彫刻家で。はい。そういう、あ、芸術系の人だった。芸術系。そこからこういうのが出てきた。全く香りがしない。香りがしない。なるほど。ええ、実家に池が5つぐらいあったもんね。あ、新宿に。はい。それあれですよね、なんか普通の都立の庭園を俺の庭だとかってそういう、いやいや、そういうこと言う、たまにいますよね。あの新宿御苑は俺の庭だみたいな、そういうことではなくて。あ、でも新宿、昔はね、新宿御苑の隣にすごい大豪邸があって、でそこから引っ越して。あ、そうなんですか。まあ、じいさんが、まあ、フランスに留学するんだけど、昭和の初期に。の、そのまあ全部食い潰したのね、財産を。そしてさらに食いつぶしてる。それで食いつぶしてる。俺の時はもう何もない。そんな豪勢さんの破天荒人生ですけれども、はい、高校で留年破天荒人生始まってますよ。いやでもね、そう、1回目の高1の時はね、停学中だったんです、うん、まあ、学校の先生の配慮でね、修学旅行は行かしてもらえた。なるほど。で、修学旅行の集合場所に行って、停学中にね、あ、久しぶりってあって、でまた修学旅行終わって解散になったらまた定額になった。さらっと言ってますけど、定額には何でなったんですか。まあやっぱりいろいろ青春の曲がり角だからね。それは言えません。そしてじゃあその、はい、新しい高校に入ったと。入った。新しい高校ではどうだったんですか。まあ、高3の子たちと要は同級生 で、 そうです、僕も初めて知ったんですけど、可燃度卒業生という言い方をされるんだね。え、なんですか。可燃度卒業生、要するに年度を過ぎた卒業生で、まあ、僕の行ってた学校でそういう生徒を初めて受け入れるみたいな感じだったから。なるほど。結構いろいろ言われたりとかね、しましたけど、でも反省は。反省はしなかったです、することもなく。することもなく反省はしません。なるほど。それで卒業式より成人式が先と。そうですね。ということで、これいい話があって、はい、まあ、クラスメートがみんな、まあ、当時は1月15日が、まあ、当然成人式で、はい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 、学校に行ったら、その豪勢さん成人式おめでとうみたいな、こう黒板にこうみんながこう寄せ書きで書いててくれて、めっちゃいい話。そしたらで学校に行ったら、俺はおみんなありがとうありがとうって言ったら、先生と授業の時にそれを見て、今日は黒板を使わないで授業しようって。なんそうですか。そうそうそう。だからもう全部残しとこう。そう、全部の先生がそれを今日一日は残しておこう。うん。
みんなから結構愛されてたんですね。まあね。でもそこから、これでも学生時代に入ってますけど、まあ、そこから、まあ、大学生になって、で、まあ、細川守弘さんのところに、はい、まあ、門を叩いて、うん、で、まあ、当時日本新党を作って、で、まあ、そのお手伝いをずっとさせていただいて、うん、毎朝新橋の駅とか新宿の駅とかで街頭演説をするんだけど、当時日本新党めちゃめちゃブームで、細川代表がやっぱその街頭演説とかになると、本当何千人という人がやっぱこう止まって、最初は都議会議員選挙で大勝して、で衆議院選挙で40議席近く取るわけですよ。もうそれは本当まさに細川が一人で決断をしたことが社会を変えるというか、政治が決断すれば社会が変わるっていうのを本当にこう目の前で見て、うん、あ、俺も政治をやろうと。なるほど、ね、うん、でもね、それまでのちょっと破天荒な人生からこう政治に踏み出して、うん、なかなかちょっとこうジャンプが結構すごいですけど、そうそう、だから学生時代ずっと、ええ、まあ、なんか会社やったりといろいろ金儲けみたいなことをやってたけど、社会を動かすそのダイナミズムみたいな ね、うん、なるほどですね、自分の生き様でできるなんていうのかな、こう職業かな。なるほどですね、うん、と言いながら、うん、これあれですよね、いきなりこうなんか議員の道を目指すのではなくて、一回さら会社員になって、そうです、ですね、日本新党がなくなって、はい、新進党という政党になるんだけど、ね、その時に、まあ、僕らは、まあまあ、いわゆるその新進党には当然行かなかったので、うん、まあ、大学4年生だったっていうのもあったから、うん、3年生から4年生ぐらいの時だったから、中村時弘さんで今の愛媛県知事の中村さんが日本新党から、まあ、新進党行って、うん、で僕は時弘さんに声かけてもらって、うん、でうちの事務所で働かないかと、うん、手伝ってくれんかと、で中村時弘さんの学生秘書になるんですよ。で、まあ、僕は政治をやりたいっていうことは知ってたから、うん、時弘さんが、うん、でお前政治をやるんだったら人の飯食った方がいいと、うん、一回人の飯を食えと言われて、で中村時弘さんという人は三菱商事の燃料部だった、うん、だからでエネルギー業界は本当面白いぞっていう話を結構時弘さんがしてくれて、うん、あ、じゃあ俺もエネルギー業界行こうって、うん、まあ、伊藤忠燃料という会社に行く、はい、ね、行くんですね。この会社員時代もですね、この破天荒豪勢はもう様々な伝説を残しておりまして、九州ではトップセールスマンと、トップセールスマンということですけど、これどういうことですか。はい、まあ、思い出深いのは我々商社ね、エネルギーを使っているのにもかかわらず、そのまあルートセールスなので、うん、ある時会社がですね、うん、その人間関係がどれぐらい構築できているかをその見るために、うん、保険を売ってこいっていう話になってきたんですよ。なるほど。要はその保険ってなかなか売れないじゃないですか、はいはいはい、だけどその人間関係ができてたら売れるはずだからというわけのわかんない発想のもとに、すごいです。そう、なんか最初は2回やったんですよ。がん保険と損、なんか損保かなんか2個やって、うん、2つとも僕いや九州トップだったんですよ。でそれは圧でやったわけじゃなくて真心かな。それぐらい売れてた。売れてたね。人間関係も構築してた、はい、そこがやっぱり政治家としての山本剛生の結構原点にもなってるわけ。まあそう、ね、まあ原点というか、でも人好きですよね。人と、はい、なるほど。毎日飲んでました。今でもね、まあ、今でもね、なんか過去のように言ってますけど、なんかあまりその時と変わってないんじゃないかっていうふうに思いますけどね。はい、まあ、週3日のゴルフ生活とかもしながらやっていたということですけど、はい、それを会社を辞めて秘書になるという決断をしましたけど、これはどうしてこういう決断に至ったんでしょうか。まあ、もともと10年経ったら、うん、この政治の世界に戻って自分の、まあ、行き道を決めるっておこうという計画のもとに会社になってます。あ、じゃあそもそも決めてたんですか。まあ、8年ぐらいで辞めて、うん、で、まあ、2年ぐらいなんか修行してって思ったんだけど、うん、6年目の時に転勤が決まって、それがまあいい転勤の話だったんだけど、これを受けてしまうと俺多分会社辞められないなと思って、うん、まあ、そこでパッと辞めるんです。あ、その転勤のタイミングで辞めた。辞めた。でもその会社員から国会議員の秘書になって、うん、それどうでした秘書の生活は。細川守弘が最後5人ぐらいになっちゃうね、from 5です。はいはい。で、そのさ、その5人になった時にまでついてってくれた人にやっぱ俺は恩返しないかと思って、その人の門を叩くんだけど、そこで地元の秘書になって、まあ一つの町を、まあ秘書をね、担当して、でもなんかそこで講演会とか作ったね。まあ細川がやっぱりその地方文献といわゆるその地方 の、 その過疎化人口減少というのをすごいこう、そうですね、テーマにしました、ね、テーマにしたから、うん、一緒になってもそのやっぱり地方文献これからやらなきゃいけないんだっていうことで、うん、市長を作りたいと、そこでね、うん、
首長を作るために講演会作ろうっつって、でなんか結構いろいろ、まあ本当地元の人に助けてもらいながら楽しい秘書生活を。なるほどですね、はい、楽しかった楽しかった。うん、そこから福岡で選挙に出るということで、これあれですよね、秘書時代は大阪とか。大阪です。ですよね。で2回衆議院選挙を手伝って、次は自分でやりたいということで、はい、親分にも話をして、じゃあまあええんちゃうかっていうことで、まあ、どこでやろうかな。最初東京にちょっと戻ったんですよ、はい、戻ったんだけど、まあ、結婚もしてたので、早く決めなきゃいけないなと思ってね、でサラリーマン時代も九州だったから、だからまあ福岡でやろうって、まず場所を決めて、で決めた以上はもう行かなきゃと思って、もう自分で勝手に引っ越して。なるほど。そう、別に決まったわけでもないのに。全然決まってない。何も本人も出たわけない、知り合いもいないのに。福岡でとにかくやろうやろうということで、そう行ったで、選挙やったら、通ったんだよ、勝っちゃった。なるほど。じゃあ2009年じゃあ一発で当選。一発で。本当におめでとうございます。いや、今日です。それおいくつの時ですか、それ。37。若いっすね。それがじゃあこの2009年の選挙ですけど、候補者になった対戦相手は誰ですか。俺は麻生太郎さんです。あ、麻生さんとの対決はどうだったんですか、それで。いや、まあ当時はその、相手はセレブね、俺はセルフみたいな、そういうキャッチコピーでね。あ、それキャッチコピー。キャッチコピー。それで、ちょっと分かりづらいかもしれないです。いや、それね、なんかの会合で、まあ、テレビも入ってる会合で、なんか相手はセレブ、僕セルフみたいなことを言ったら、それ結構なんか取り上げられて、東京のキー局とかも。ちょっと待って、相手はセレブってのは分かりますよ。そのセル、私、自分はセルフって、セルフってどういうこと。まあ自分でポスターも貼るし、自分で何でも全部、うう自分で何でもやるっていう。あ、そういうこと。その結果、当選と。当選しました。で、当選して、もう勘違いして。勘違いもう甚だしかったです。甚だしい。甚だしい。とんでもない。でもそれで次の選挙で見事落選。でそこから9年。9年。浪人生活。浪人生活。長かったですね。本当に。これ選挙は出てないんですよね。出た。全部出てるのか。もう出続けてるの。出続けてて。3回落選してる。3回落選してる。そう、9年間のうちね。そこから維新の総支部長になるということですけど、この後の変遷というのはどういうことなんですか。その前の選挙で、まあ、希望の党に、僕は福岡一区でやってて、福岡一区は日本の心との先に話がついててね、実は。で、その支部長がいたんですよ。だから選挙区を変わってくれって言われて、で、そんなことできるかと。で、だったらいいっつって僕はその希望の党を蹴ったんですよ。で、まあ、無所属でもいいからやろうと思ってやってたら立憲民主党ができて、でやってたんだけど、やっぱこうどんどんね、こうちょっと左に寄っていって、挙げ句の果てにほら共産党と一緒にやるみたいな感じになって、でもうそれはさすがに俺はできねえなということで、俺離党したんだよね。でまあまあ次の選挙は無所属でもいいかと思ってたんだけど、もともと地方分権をずっと言ってたから、まあ、地方分権できるのは維新しかないな、で報酬化と身を切る改革、やっぱそういうことも当然やっていかなければいけないし、大阪都構想の話も、あれが僕は政治のダイナミズムだと思うんだよ ね、やっぱ51対49の結果をどうやってまとめていくか、80対20をまとめるよりもやっぱり51対49まとめる方が大変で、やっぱりそれでもこう挑戦していこうというね、やっぱあの2回目に向かっていく私は姿勢っていうのは本当に、実際僕大阪で秘書もやってて、 その大阪の人に聞いたら、やっぱその政治の短さが違うんですよ。そうですね。やっぱ参加意識がすごい出る。だから自分たちのものだっていう意識がありますよね。そう住民の皆さんがね、だからあ、いい政党だな、素晴らしいなと思って、維新の会からやりたいなと思って、それで、門を叩きました。なるほど。その結果、2021年、はい、2回目の当選。どうでした、当選した時。9年間の浪人を経て。ああ、なんか、そうね、いろんなことを考えたけど、なんか、ちょっと、その、例えば当選したらやったとかやるぞとかっていう風になるのかなと思ってたら、なんか
本当に俺でいいのかなみたいなね、うん、変わりましたね、うん、なんか俺が行って何ができるんだろう、うん、っていうことをすごい考えた。なるほど、うん、まあ謙虚というよりは、うん、その丁寧、うん、なんか恐れかな、うん、ある意味、うん、まあ、さっきもその法律を作る場所への恐れというか、うん、まあ、よくね、例えばあのいやこういうのはちょっと義務化しましょうとか言うじゃない、うん、で俺政治の世界の人間が義務化なんてことを簡単に言うべきじゃないと思ってたよ ね、うん、ね、法治国家の中でそのなんていうの、いかに国民が憲法に守られてるかっていうすごい感じるじゃん、うん、法律作るときに、うん、憲法で守られている国民を法律で縛ったり、うん、ね、だって義務を課すってことはそのなんか自由に生きる権利のある一部分を縛るわけだし、でそれに反すれば罰則規定があって、うん、要は国民の生命と財産を守るのが政治の役割と言っておきながら、うん、財産を差し押さえることができるわけでしょ、うんうん、これとんでもない権力ですよ、うん、なるほど、だからそういったものを作るという恐れがね、うん、やっぱり今でもあるし、うん、だからこそもっと国民に寄り添いたいと思うし、うん、それが俺は維新だと思ってるから、うん、そのだからこそ身を切る改革だし、うん、財源ひねり出して何としてもね、うん、やっぱり国民のための政治をしようという我々の考え方は間違いじゃないし、でも恐れを持ってなければ絶対僕はできないと思うんだね。だいぶ変わりましたね。変わったね。一期目やっぱりそれで落選してからの9年間やっぱ落選して、うん、まあ、人が離れていったりいろいろある中でね、そのフラットに徐々にこう政治というものを見れるようになって、そうすると、ああ政治をやってる時におかしいと思ってることと、フラットに見ておかしいと思うことってやっぱちょっと違うのよ。例えば選挙に出て国民の声聞きます、市民の声聞きます、私に預けてくださいって言っときながら事務所も構えないでやるやつとかいるわけでしょ。ああいうのはね、やっぱ国民に見透かされるんですよね、自分の居場所も明らかにしない、自分のが街に立たない、歩かない、それで国民の声を預けてくれなんてのは、やっぱこれちゃんちゃらおかしくて、ね、うん、よかったですね、でもね、いや、よかった、浪人してね、またいろんなことを気づいて、まあね、その勘違いしたままこう言って行ったわけではなくて、そうです ね、 ね、いや、あれ、本当ありがたいこと、うん、で、周囲への感謝と、感謝です、山本剛生、初めて周囲への感謝を分かりました。でもこれからまたやるべきことたくさんあると思うんですけど、これから国会活動でこうどういったことをやろうということを考えていらっしゃるでしょうか。まあ、根本的に僕はもう最初の時から言ってるのは、うん、まあ、人口減少社会への備えと地方分権なんですよ、うん、僕は人口、日本人口1億人、うん、その今要するに2060年には8700万人ぐらいまで下がると言われている人口をなんとか1億人で下げ止めて、うん、安定した成長を続けていける国を作りたいというのが私の思いなんです、ね、なるほどですね。じゃあ今少子化の話もしてる、子育ての話でも、子育てと実は少子化は実は別のステージで考えなければいけない話でね、うん、僕の言わせると、うん、出生率って 2.0 切ったのって1975年とかなんですよ、うん、今なら50年近く前に切ってて、うん、で 1.5 切ったのなんて1995年で30年近く前なわけですよ、うん、つまり歴史で踏んできて、要はその中で時代が変わってる中でもずっと何もできなかった日本が何かをしたから少子化が好転するってことはやっぱりちょっと考えられなくて、あくまでもその時その時のニーズ、その場所、その時代、その人に合わせてやらなければいけないものと、歴史を切り替えていかなければいけない話っていうのは僕は別の次元だと思ってる。だから坂の上の雲をつかむようなその政策ではなくて、地に足のついたね、やっぱり経済政策であったり、その福祉政策を前に進めていくことが僕はこの自分の役割だと。なるほどですね、うん、次の選挙にも向けてしっかりと頑張っていきたいというふうに思いますけど、じゃあ最後に視聴者の皆さんにメッセージをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は本当にご覧になっていただきましてありがとうございます。これからまだまだ厳しい日本の社会ではありますけれども、皆さんと手を携えて、そして維新の仲間とともに維新の理念で日本の改革を牛歩の歩みであったとしても前に進めてまいりますので、ご支援をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、 いやありがとうございました。いやなんか剛生さんの新しい一面が
俺ちゃんとしてるんだよありがとうございました。今日は山本豪生さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。最初から政治の世界を目指していたわけじゃない。ただ愚直に前向きに進んできた。政治をやってみないか。その一言に心が奮い立った。自分たちで立ち上がらなければならない。国のために、周りの人のために、今日も馬場伸幸は戦う。政治家として生まれた人はいない。条件はただ変えたいという思い、それだけ。国会議員候補者募集、日本維新の会。